飯森もり大二郎は、日本の指揮者、旧万州新境生まれ、右派的な裁判官として知られた、飯森住人を父とする、文部大臣、最高裁判所長官を歴任した、田中幸太郎はおじ、東方学園短期大学指揮科卒業、斉藤秀夫に指示、アメリカ留学中に、ミトロプーロス国際指揮者コンクールに入賞、後に、 カラヤン国際指揮者コンクールに入賞。ドイツでの活動が長く、バイロイト音楽祭の音楽助手を務める。またマンハイム、レーゲンスブルクなど、各地の歌劇場で活動をする。ドイツでの活動を継続できるよう、朝日奈隆が一度助けてくれたという逸話がある。現在オランダ演奏ヘで私立音楽院、オーケストラ顧問。 日本国内では1972年から1976年まで読売日本公共楽団指揮者1993年から1998年まで名古屋フィルハーモニー公共楽団上任指揮者1997年より東京シティフィルハーモニック還元楽団上任指揮者2001年より関西フィルハーモニー還元楽団上任指揮者2011年より 景観名誉指揮者。2018年より仙台フィルハーモニー還元楽団上任指揮者。2012年9月から新国立劇場芸術参与。2014年9月から同芸術監督に就任。ベーレンライター版によるベートーベンチクルスを東京シティフィルハーモニック還元楽団、関西フィルハーモニー還元楽団の双方で成し遂げる。前者は CD 化された。 東京シティフィルハーモニック還元楽団では2000年から4年にわたってニーベルングの指輪全4部作2004年ローエングリン2005年パルジファル2008年トリスタンとイゾルデとワーグナーの楽劇をオーケストラル・オペラというコンセプトで演奏日本のワーグナー演奏史に大きな奇跡を残し数々の賞を受けることになるさらにマルケビチ版による ベートーベンチクルスを完成させる。関西フィルハーモニー管弦楽団では、オーギュスタン・デュメイ、藤岡幸男と共に、楽団の顔であり、時に同じ演奏会で共演することもある。2005年には、ピアニストの佐古明義と共に、大沢久とのピアノ競争曲第3番を、関西で67年ぶりに演奏した。 その後も、大沢の作品を精力的に取り上げており、ピアノ競奏曲は3曲とも指揮、うち、第1番は2013年5月に世界初演。さらに以前より、同楽団が取り上げていた、岸光一の作品も指揮している。2011年から、ブルックナー公共曲チクルスを開始している。1973年芸術戦勝新人賞、2000年度、 第32回サントリー音楽賞2003年度第54回芸術編賞文部科学大臣賞2004年秋に史事法賞2010年11月に朝日賞受賞、2013年に日本芸術印賞を受けた2008年に大阪市市民表彰2012年文化功労者2015年第56回毎日芸術賞受賞猫好きでもある ありがとうございます。